RJSH 八戸航空基地の位置、八戸航空基地を空撮八戸航空基地付近の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成八戸航空基地は、青森県八戸市大矢沢河原木屋沢八太郎山間地に所在する海上自衛隊の基地である。八戸飛行場とも呼ばれる。当基地には、 第2航空軍司令部があり、対戦哨戒機 P-3C を運用して、北日本海域の哨戒を行っている。固定翼機の離着陸可能な海上自衛隊、航空基地としては、日本最北端であり、当機には、オホーツク海上で、流氷観測を行っていることでも知られている。陸上自衛隊八戸駐屯地、八戸演習場に隣接しており、 陸自代級飛行隊も駐屯しているため、ICAO 空港高度上では同一であるが、実際は別個に運用されており、滑走路もそれぞれにある。在日米軍と航空自衛隊が共同使用している三沢飛行場がすぐ近くにあり、時々、米軍機が天候不順、故障、燃料不足、三沢飛行場の混雑などを理由に緊急着陸を行っている。 なお、1965年から1975年までの間、民間航空機が就航する共用空港であった。米陸軍キャンプハウゲイン大港地方隊、八戸航空隊海上自衛隊八戸第に飛行隊1965年、三沢飛行場での民間機共用が、米軍の保安上の理由から中止されて、八戸飛行場に移転、共用空港となる。 日本国内航空が、羽田空港八戸空港岡田間空港線を開設した。その後、羽田空港八戸空港の区間が増便された後、1971年に、日本国内航空と東亜航空の合併により、東亜国内航空が発足、同社の路線となる。1975年、民間航空路線が三沢飛行場に戻り、民間供用が終わる。 ありがとうございます。